小池さんはその思いを込んだ新たに高級服専門のクリーニング店を作り、経営を古田さんに任せた。だがそれこそが本当の茨の道の始まりだった。技術に見合った高い料金を設定したが、理解してくれる客は少なく、受付のアルバイト代すら稼げない日々が続いた。半年経ったある日、出入りの業者から思わぬことを聞いた。社長の小池さんが支払いを3ヶ月も滞らせているという。原因は古田さんが立ち上げた店の赤字だった。すぐさま小池さんに詫びを入れに出かけた。店の閉鎖も覚悟した。だが小池さんは古田さんにこう言葉をかけた。君は間違っていない。信じる道を行きなさい。涙が出るほど嬉しかったですね。ってことは私を信用してくれたわけでしょ。だから絶対成功させなきゃならないということだけは本当に思ったんです。古田さんは仕事の鬼になっていた。芯抜き、洗い、アイロンがけ、全てにおいて圧倒的な仕事をする。来る日も来る日も計算を積んだ。次第に右腕に激痛が走るようになった。アイロンの浮かせがけが原因だった。それでも古田さんはさらなる技術を求め続けた。365日働き詰めの日々。次第に店の評判が広がり、難しい服の依頼が次々と届くようになった。店を開いて6年目のこと、古田さんは社長の小池さんに呼び出され、思わぬ言葉をかけられた。あの店は君が育てた店だ。だから君に譲ろうと思う。その日から30年、古田さんは小池さんとの日々を忘れたことがない。ずっと死ぬまで入社中に感謝して生きることになるんですよね。あんな人間になるからいいと思いますけどね。